こんにちは、チェスチャーです。今回はウェブカメラを使ってリアルタイムでキャラクターを動かせる機能、フェイスリグご紹介させていただきたいなと思います。これね、今私が動かしてるんですよ。例えばこんな顔とか、こんな顔とかね、目とかもね動くんです。これこんな感じで瞳も動きます。これどうなってるかって言いますと、こうなってます。私がこう動くことによってキャラクターが追従してくれるんですよね。このようにフェイスリグが目と口の動きを認識してくれて、それに合わせてキャラクターが動いてます。すごい技術ですよね。フェイスリグはスチームで購入ができます。スチームっていうのはパソコンのゲームをダウンロード販売してくれるところで、 PUBG とかあと LOL とかも売ってます。個人利用だとだいたい1500円ぐらい、月500ドル以上の収益を得るために利用するには3万2000円ぐらいで、購入ができます。このようにデフォルトで女性とか、あと、あ、これも女性だ。女性とか、猫とか、3万2000円の方、こう、スタジオの方はですね、カスタム化というのができて、こう、色をね、変えることができます。例えば、こう、髪の色を変えたりだとか、あとは、そうだな、目の色をこう変えたりだとかすることができます。ちなみに今動かしているキャラクターは完全にオリジナルで発注して作ってもらいました。値段はアバターの内容によるんですが、私の場合はおおよそ100万弱ぐらいかかりました。どうしてもね、欲しかったんで結構思い切りました。顔出しに抵抗のあるゲーム実況者さんは、フェイスリグを利用して、ちょっとね、変わった配信をしてみるのも面白いんじゃないでしょうか。こう、やっぱこう、リアクションが見れるので、見ていただいてるね、視聴者の方も楽しんで、より楽しんでいただけるのではないかなと思います。ということで、今回はフェイスリグのご紹介でした。よかったら励みになりますので、チャンネルの登録よろしくお願いします。そして、チャンネルの登録がお済みの方は、高評価ボタンのポチをよろしくお願いします。またねー。バイバーイ。